月30分に本庁を行います。アガドラグランペアスミッラウリエ世界ダグルチャンピオン140パンドマミークマズ。アガドラグランペアスミッラウリエ世界ダグルチャンピオン130パンドイケシタ。まあ橋本さんね、はい、このマミ熊野と池下由美の対決なんていうのはね、はい、こういった特別な試合じゃなきゃなかなか見られませんよ ね、はいはい、とにかく日米対抗戦も間近でありまして、日本側代表6人を選抜するリーグ戦が行われております。とりあえずここまでのですね、はい、成績をちょっとあの聞かせてください。マミ熊野選手なんですけど、10戦、はい、やってまして、6勝3敗2引き分けなんです。6勝3敗2分け、はいはい、そしてあの池下さんの方なんですけど、はいはい、10戦してまして8勝2敗なんです。8勝2敗、はい、なるほど。ですからちょっと池下さんの方が調子がいいみたいなんですね。そうですね。あのこの2人前に1戦やってまして、はい、池下さんの方が勝ってるんです。そうですか、はい。とにかくこのリーグ戦はですね、2回総当たりということになってますんでね、はい、1回だけでは勝負がつきません、今日はブラックペアがもう真っ二つでありました。マミ熊野そして池下由美、日本代表6人の名をめぐって熾烈なこれから女の戦いが展開されるわけであります。佐藤さん、はい、佐藤さんはまあ専門家の立場からね、この2人の試合、はい、どういった点を一番注目してますか。そうですね、熊野の最近成長が著しいって言うんですけども、はい、まあ、どこまでそれが本物であるかっていうのはですね、その、まあ、師匠 の、 あの池下の胸を借りるっていうことだと思うんですよね。それで、まあ、あれほどの体重差がありますんでね、その体力を どれだけあの熊野が活かせるかっていうのが今回のポイントだと思うんです。そうですか、はい、まず先手を取りましたのはマミ熊野選手であります。確かに今佐藤さんも解説した通り、マミ熊野がどの程度成長しているかというのはやはりあの特別に、この池下由美選手との対戦でですね、はっきりするということは言えましょうね。そうですね、はい、関係者自体がまあどちらがどうかというみたいな、ね、なるほど、期待してますから。関係者注目の一戦でもあるわけですね。そうですね。そういえばあの新人選手はもちろんなんですが、リングサイドもね、はい、大先輩の赤木をはじめといたしまして、各選手がじっとこの一戦を守っております。池下由美選手が徹底的にあの反則攻撃に遭ってますが、普通こういったあの反則攻撃にはですね、池下由美選手あまり見舞われてませんのでね、はい、勝手が違うでしょう。でもやっぱりあの今までペア組んでるからやりにくいってお互い言ってました。そうでしょうね。もちろん相手の得意技も分かってるし、弱点も分かってるから、はいはい、どう攻めていいのか分からないって言ってました。まあ、あのお互いによく知っていればですね、試合の上で活かせるという有利な点もあるでしょうが、逆にこういったあの格闘技の場合は佐藤さん、はい、やりにくいといった面の方が多いかも分かりませんね。そうですね、普通は、はい、まあ、やりにくい、まあ、それを言っちゃうともプロじゃありませんので、なるほどなるほど、もう二人そういう気持ちはないと思いますよ。いや今始まってね、もうびっくりしてるんですけどもね、後輩のマミ熊野選手が、まあ、大先輩、直接のあの師匠でしょ、はい、池下由美は遠慮会釈のない反則攻撃をやってますもんね。もう堂々とやってるんですね。この件はやはりあの格闘競技に生きるもののね、なんというかあの、たくましさというんでしょうかね、全く遠慮がありません。堂々たる試合を展開しておりますマミ熊野池下由美であります。30分一本勝負になっております。依然としてマミ熊野選手の攻勢がついております。ここまで6勝を挙げておりますマミ熊野、一方8勝をマークしております池下由美。しかしブラックペアといえばもう実力的にはですね、本当にあのビッグ3の中に入ると言われているんですが、このブラックペアだって1対1しかも13人の中で6人を選ぶとなるとですね、1人はひょっとしたら危ないんじゃないかと、そういった感じもありますもんね。
まして真見熊野選手としてはもうこの試合に負けますとちょっとあの成績の上で危なくなるんじゃないかな。ねえ、はい、もうちょっと頑張らないと。はい、前の一戦やった試合の時に、はいはい、あの真見選手があの狂気攻撃をしたんだそうですね。あら、そうですか。はい、ですからあの今回はやはり向こうが狂気を出してきたらこっちも狂気でっていう池下選手言ってました。あ、そうですか。はい、あ、目には目、歯には歯と1対1になりますとね、今まであのコンビを組んでいたとか友情とかもうそういったものはすっ飛んじゃうでしょうね。あっと上からホーンの体勢に持っていきましたがカウント1であります。ジャッキーがあの前にね、牧上田と日本武道館で対戦するときに、長い間ビューティーペアとしてやってきてね、気持ちはどうなんだとファンの皆さんもあの何度も質問してましたし、私も聞いたんですけども、リングの上に上がっちゃえばそういったあの気持ちはなくなると、むしろ正々堂々と力をあの発揮し合うことが友情なんだと、こういうことを言ってましたね。さあ場外乱闘になりました。引きずり落とします。登場の勝ちです。いやブラックペア同士の、ね、場外乱闘というのはちょっと考えられません。あっと鉄柱に持っていくか。あっと鉄柱攻撃ではあります。思い切って鉄柱に持っていきました。真見熊野選手ではあります。先輩の池下を鉄柱攻撃。今日はどうしても負けられない真見熊野選手ではあります。ちょっと池下朦朧としております。思い切った攻撃でした。放送席の前、今頭を抱えるようにいたしましてリングの上に登場しようという池下。あー、これ追っかけていってますね。真見熊野選手追っかけております。闘志を表面に見られ出しております。凄まじい試合になりそうであります。本当にまだあっとご覧ください。鉄柱であります。エプロンから鉄柱攻撃。これは佐藤さんすごいですね。すごいですね。はい、もう気迫十分といいますか怖いぐらいですね。怖いぐらいですね。もう何としても今日は負けられないという意気込みがすごい感じられますね。今日は放送席にはミスギャングに選ばれました若井美智子さんがね、もう本当に怖そうな表情で、ずっとリング上を注目しておりますが、若井さん、女子プロレスをこうして、リングサイドでご覧になるのは初めてですか。はい、そうです。印象はいかがですか。すごい迫力ですね。ねえ、ちょっと怖いでしょ。はい、はい、このねブラックペアというのはいつもあのコンビを組んでね反則攻撃ばかりやってるんですよ。ところが今日はこのコンビが真っ二つ。佐藤翔一さんに言わせますとね、仁義なき戦いでありましてね、いやお互いに場外乱闘も再三にわたって展開しております。しかし場外乱闘では佐藤さん、はい、何かあの真見熊野選手の方が一つ迫力がありますね。ありますね、やはりあの前回の試合で負けてるせいなんでしょうね、はい、どうしてもここで勝ちたいところなんで、ね、なるほど、はい、もう後がないわけですね。そうですね。あーっと入った。さすが池下、よく見ておりました。カウントは2であります。さあ池下が起こった。今池下が起こりました。この野郎と言っております。凄まじい試合になりました。この試合は3時まで日本勝負。今8分を経過いたしまして顔面砕きに持ってまいりました。さあもう一回行くか。まだ顔面砕きであります。今度はたまらず真見熊野選手場外に逃げました。池下が追っかける。椅子を持った。椅子を持って追っかけていきます。すごい試合になりました。ブラックペア激突の一戦であります。いやいや、さすがにブラックペア場外乱闘でも迫力があります。池下由美ついに強攻撃、椅子を持ち出しました。今日は山形県の米沢市営体育館からお送りしております。どうしたんですか。あと横田理美選手が何かあのマネージャーを呼んでますけども、今の場外乱闘で相当にダメージを受けたようですね。どうしたんですか佐藤さん。怒りました怒りました。いやー真見熊野選手怒りました。おっとちょっと待った。お互い2層を持ってリング上に登場であります。これは大変なことになった。お互いに強攻撃。真見熊野負けておりません。まともであります。まともに椅子攻撃を受けました。いやー怒った真見熊野選手怒りました。さあ今日はどうしても負けられません。すごい試合であります。このアロットに上がった。どうしようというんでしょうか。このまま体重を預けます。あっと後頭部を砕きに行きました。わずかに逃れました。
辛うじて逃れました池下。しかし真見熊野選手も何かあの首かなんかひねってるんじゃないですか佐藤さん。そうみたいですね、上野乱闘の椅子攻撃でちょっとおかしかったでしょうね。はいはい、さあ今度はマイクを持って登場、池下マイクを持って登場、コードを首に巻きつけております。いや今日はもう橋本さん静止に耐えないというような感じになりましたね。壮絶な一戦であります。マイクが生きております。あーっとマイクのコードを首に巻きつけて、しかもあの二重三重に巻きつけました。今度は真見熊野選手がお返しであります。いやいやすごい試合だ、すごい試合、さすがにブラックペアであります。反則攻撃ももうここまで来れば決定しております。一歩も後に行きません。予想通り壮絶な試合になりました。さあ今度は池下が上がった。池下がリング上に登場。真見熊野はどうしてるか、あーっと上から押したが空振り。いやニードロップをリングの上から見せました池下、しかしこれは空振り。さあ今度はどうなったか、あー今度は真見熊野が髪の毛を掴んで今あーっと得意の人間公式首吊りであります。公式が出ました。いやーこれは真見熊野選手今日はあの迫力の上では一歩先輩の池下に勝っております。あーっと川上典子選手が助けましたね。あ助けたんじゃなくて持っていったんだねえ。なるほど真見熊野選手に浸水しております新人の川上典子選手。しかし池下由美選手をね真見熊野選手のところに連れて行きました。新人ながらあっぱれではあります。放送席の前場外乱闘、いやすごい試合になりました。池下あっと今度は真見の反逆か、池下頭突き、ちょうどモニターの前であります。もうリングの上も場外もあったもんじゃありませんね。2人の試合はやっと頭突き、すごい試合だ、すごい試合。向こう側ノンドリって倒れ込む真見熊野選手。今度は池下がもうリングの上関係ない、カウント15、カウント15であります。カウント15、これはどうか、両者場内に戻れるか、両者場内に戻れるか。ダメダメ、ゴングが鳴ってしまいました。ゴングが鳴りましたね。場外カウントアウト。しかしちょっと真見熊野選手が相当にダメージを受けております。どうなんでしょうか、さっきの椅子攻撃じゃないかな、試合はあの引き分けなんですけどもね。しかしあのこの試合はちょっと凄惨な試合でした。真見熊野選手怒っている怒っている。あーっとさあ来いという池下、さあ来いという池下、勝負はついておりますが挑戦を受けようという池下。真見熊野どうするか、いやー真見熊野が暴れ狂っております。しかしさすがに池下貫禄でしたね。はい、これであのブラックペアの対戦は2回もあったわけですね、はい、1勝1引き分けで池下由美選手がやはりあの貫禄を示したということを言えましょうかね。はい、はい、佐藤さん、はい、今の試合ご覧になっていかがですか。ああ壮絶でしたね、本当に仁義なきっていうことなんですよね、はいはい、昨日の友は今日の敵ですか、ねえもう凄まじいの一号ですね。若井さん、はい、いかがでしたか。すごい怖かったですね、本当に怖そうな表情でした。ごめんなさいね、はい、今日は一番悪い試合に放送席に座ってもらったような感じでね。はい、あの楽しいね、今みたいに場外乱闘だけじゃないね、リングの上の綺麗な試合もありますんでね、はい、これからのチャンスがありました。またあの女子プロレス見に来てくださいね。今日はあの今年のミスヤングに選ばれました若井美智子さんを放送席にお迎えいたしました。佐藤さん、下本さんどうもありがとうございました、はい、それじゃあの、はい、ここでね、はい、最後にちょ